駒込到着です。ちょっと天気はあまり良くないですね。馬込到着しました。馬船道馬込宿、馬込館、マスクの着用とアルコール消毒。マフラー、草履、アルプスの風に乗せて、切り絵アート、また後で、たくあん、野沢菜、左馬縁起、福を招くガーゼタオル、 T シャツ、いろいろありますね。砂防かごは本日は休業。近づいてください。飲み100円。信州限定茶漬け。100ソース、ダイエット、100ソース、ヘルシーダイエット、美味しくてヘルシーな健康茶。650円、信州8割そば、おそばのパスタ、キティちゃん、しっかりコロナ対策ができてますね。数字は山の中、切り絵アートですか。では上の方に行ってみましょう。
在地。東村記念館。馬込め柿本陣資料館。清水屋資料館。天気が良くなる。JA やってません。あ、あれ？12月31日をもって休業。あっちゃ。やってません。自家用野菜ホストオケ100円。清水屋資料館。仙道69宿のうち木曽谷には11の宿場が置かれている。馬込は板橋を1番目とすると43番目の宿番になり、江戸からの距離は83里6丁余り。なるほどね。
皆さん2191メートル、なんかもやってよく見えませんね。ふるさとの海、無料休息所、塾の案内図、現在地、
雨が降ってきました。では帰ります。誠にありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。